バッターは板山。ワンバウンド。あ、ボークですか。上田がホームに帰ってきました。今の判定は何なんでしょうか。少しこの画像からは分かりません。球審の松本です。ただいまの判定についてご説明申し上げます。投球が捕手の腰部に挟まりましたので各走者1個進みます。あ、三塁走者得点、一塁走者二塁で2アウト二塁、ボールカウント1ボール2ストライクで試合を再開いたします。以上です。球審松本さんからの今説明があって、ちょうどボールがマスクの間に挟まってしまってということで、一つベース進塁が与えられました。3球勝負で来るか。今日スライダーの曲がりが非常に大きくて、こうブレーカー効いてるように見えます。あ、ボーク、ボークですかね。はい、ボークを取られました。ランナーが二塁に行きました。で、今西本さん二塁塁審が審判団集めました。何に対してのボークでしょうか。セットが止まってなかったんですかね。そういうことですかね。責任審判の仕事です。ただいまの判定についてご説明いたします。ただいま投球が太田選手のプロテクターに入りましたので、その時点でボールデッドで一塁走者を二塁に与え、ツーアウト二塁で再開いたします。以上です。あ、という説明でした。レガスの中にボールが入ったってことですか、ね、はい。そこでボールデッドになって、はい、それで進塁したと。はいですね。記録はこれ今ワールドピッチになるんですね、はい、ということですね。これで二塁に行きました。珍しい、はい、はい、